皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブ2020やっていきましょう。今回はスカットの組み方のお話をねやっていこうかなと思います。はい、まあライブアップデート、まあ好調であればこんな感じで、ロシアとトルコ、まあこちらはね一応反映されてるんですけど、皆さんどうですかね、持ってますかね。まあジュバとかマウコンとかムスレラとか、まあこの辺はね習慣とかクラセレとか、まあそこら辺でも出てるので持ってる方いるかもしれませんが、自分は持ってません。一人も持ってませんし、ちなみに D の方も誰も持ってないということで、まあ今後ねライブアップデートがほとんどまあないと考えるとちょっと厳しいですね。あとはロシアに関してはもう中断が決まっているので、来週以降はつかない。まあトルコはまだ試合やってるので、来週以降もアップデートつくとは思うんですけど、今回は、このようなね、ライブアップデートがまあほとんどないような時の、スカットの組み方ね、紹介していこうと思います。はい、ということで今週用の一応スカット組んでみました。まあこんな感じになりましたね。まあこの期間のね、スカットの組み方ポイントがまあ3つぐらいありますかね。まずは複数ポジションがこなせる選手、まあここがまあ選ばれるポイントですね。それからまあ B の選手がね何名かまあスカットに入ることがやはりいいですよね。そのポジションまあそうですね、控えとして考えなくていいので、まあそれがゴールキーパーとかだとなおいいんですけど、自分はゴールキーパーちょっと持ってないので、中盤の2人を入れてます。レジェンドのガチャまあ引いてない人はまあたくさんいると思うんですけど、まあ一人くらいはいると思うんですけど、どうですかね。まあスカウトの配布だったりとかもありましたし、ガチャチケット確か5分の1でメドベドとかビエラとか、確か普通のベッカムとかも入ってた、ガチャとかもあったと思うので、まあ一人ぐらいはいると思うので、その選手をぜひ使って、ください。まああとはトルコ、ロシア、今週はライブアップデートがついている、そのね、2つのリーグのいい選手ね、何名かいたらその選手もねスカットに入ってくるかなという感じですね。はい、3つ目がコアンですね。コアンについてはコアンが高ければ高いほど、調子は崩れにくくなるので、まあコアンが高い方がやはりねいいかなという感じですね。各ポジションね、詳しく見ていきたいと思うんですけど、まずゴールキーパー、まあクルトワにね一応してるんですけど、ドンナルンマがいたらまあドンナルンマになってしまうかもしれません。まずはコアンが5ということで、この辺心配なんですけど、個人的にはゴールキーパー枠まあそんな割きたくないので一枠でいいかな。まあ不調になったら仕方がないという感じで捉えてます。はい、まああと自分が持っているゴールキーパーで言うとこんな感じで、手足低減とモラエスはちょっとね、身長がという感じです。あ、自分が持っている他のキーパーで言うと、ハンダノビッチ、シチェスニ、デヘア、ノイア、オブラク、レーノ、まあこの3選手に関しては育成がほとんど進んでないので、まあ今回対象には入ってこない感じです。まあそうですね、デヘアがコア7で、あとはシチェスニが5で、ハンダノが6かな。はい、まあこの辺考えても、まあそうですね、後半が8のデヘアだったら入れるかもしれませんが、まあそこら辺考えたらもう後半後のクルトワで十分かなという感じはしてますが、まあドンナルンマがいたらここはドンナルンマにしてると思いますね。はい、それからディフェンス行きましょう。ディフェンスはこの4枚を一応先発に添えています。はい、自分が持っているセンターバックで今信頼度が高い4人って感じですね。まあクリバリがいたらクリバリなんですけど、クリバリが残念ながらうちにはいません。センターバックの控えということで、一応ピケ、まずね本的性があるピケと、あとはカゼミロ、最近レベマになったばっかりのカゼミロ、ちょっとね、まだセンターバックの適性薄いままなんですが、一応カゼミロもできると。それからキミッヒも一応センターバック適性もあるということで、最悪ね、この選手たちが調子悪くてキミッヒが良ければ、まあ、キミッヒでもいいかなと思って一応ねここを入れております。なのでセンターバックが4枠に対してできる選手が7人ということで、まあ7人もいればね、なんとか4枠ぐらい埋まるんじゃないかなと思って一応7人体制にはしてます。ベンチ外になっているセンターバック見ていくと、まあパバールに関してはちょっとレベルがまあ1足りないんですが、ほぼレベマですね。まあここでもいいんですけど、まだ使ってないので一応入れてないという感じです。ラモス、ラングレはそうですね、ちょっと小柄のセンターバックのイメージなのでそんなに使わないかなという感じで、まあサイドバック適性の2人もいますと。
それからまあそうですね、コラシナツに関しては、まあ、公安が5ではなければ使っていたかもしれないということで、能力かなり高いので、ちょっと面白いかな。ちょっと一度ね、使ってみたいかなとは思ってます。はい、まあただ、ライブアップデートが今まで乗ったことがないので、使う機会がほとんどなかったので、ちょっと今回使ってみようかなとは思ってる選手ですね。まあ、アスピリヒメネス、ちょっと小柄と。はい、それからミレンコビッチ、まあ、こちらの選手も上限がね、あと20足りないということで、まあ、レブマに、近づくことができればね、ワンチャンスカット入りもあるかなと思ってる選手ですね。はい、まあ、現在のところ能力はこんな感じで、残念ながらこちらも公安後ということで、ちょっとまあ厳しめな感じはしてます。はい、あとはジョー・ゴメス、まあ、こちらはねスピードはある選手ということで、こちらも後半が5なんですよね。まあ、後半が5でなければちょっとスカット入りもあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、こちらの選手はまあスピード圧倒的タイプということで、まあ、こちらの選手のねスカット入りもね夢じゃないかなと思うんですが、残念ながらこちらもレベマまだね20ぐらいね先ということになってますので、まあ、レベマになるとワンチャンスあるかなという感じですね。はい、続いて中盤の話いきましょう。中盤に関しては、2選手が一応 B の選手ということで、入れているので、まあ2枠は埋まるかなと思ってます。一応ねちょっとスコールズの適性が、低いので一応控えには置いてます。まあそうですね、スコールズとビエラはね、一応枠は特に心配する必要がないので、あと1枠をどう考えるかって感じで考えてます。となると一応まあレナト・サンチェス公安4なんですけど、ちょっとこの選手の、パフォーマンスを見ているとちょっと外せない選手になりつつありますね。はい、まあこの選手の控えとしてキミヒ、一応2列目からの飛び出し持ってるタリスカ、まあ公安7ということで、ちょっとねまあ攻撃的な選手ではあるんですけど、まあ能力はこんな感じになっています。この選手もねなかなか面白い選手かなと思って入れてます。あとはカゼミロも一応アンカーなんですけど、 DMF、CMF 一応できますし、まあ、あとビエラもできますし、はい、まあ、この辺はカバーし合えるんじゃないかなと思ってます。はい、で中盤がどうしても足りないという時にはね、デリフトが一応 DMF のあと CMF の適性もつけることもできますし、あとピケに関しては DMF のね一応適性もあるし、バランもあるということで、中盤もなかなかね、何人か、できる選手が揃ってるかなということで、レナト・サンチェス、ビエラ、スコールズ、バラン、ピケ、カゼミロ、キミヒ、タリスカ、そしてデリフト、まあ、この辺が中盤で起用する可能性がある選手ですね。中盤でまあそうですね、控えのところ見ていくとこんな感じで、まあエルマスとかもまあ強いんですけど、今後はまあそんな高くないのと、まあワンタッチパスとか持っていないので、その辺考えると、外されましたね。まあモドリッチとかもいますし、まあポグバとかもちょっとね最近使ってないので使ってみたいところですね。あとはパーティー、ナインゴラン、まあ、ヘンダーソンもなかなか強いですからね。あとは一応 B のギグスとかもいますが、まあギグスはちょっと試してからですね。ファビーニョでもアンカーのポジション、カゼミロのところ、まあいいかなと思いますね。一応こちらもセンターバックの適性をつければ悪くないと思いますね。はい、まああとカンテもいるという感じです。それからまあこのパラシオスがなかなか面白い選手で、まあ能力、まあこちらもね、パラシオスはレベマになってないんですけど。こんな感じで、まあそうですね、ボックス2ボックス持ちでちょっとレナト・サンチェスになりうる選手かなと思っていたりするんですが、どうですかね、使っている方。まあちょっとフィジカルが11今のところ違うので、この辺は大きくやはり離されているので、どうですかね、ちょっと使ってみてという感じではあると思うんですけど、なかなかね使用感は良さそうな選手なので、早く育成したいんですが、あと21という感じです。はい、最後フォワード行きましょう。フォワードに関しては公安重視という感じで選んだわけじゃないんですが、みんな公安が7でしたね。はい、たまたまなんですが、一応7ですね皆さん。まあそうですね、クライフだったりとか、あとはルメンゲ、その辺がいる方はね一枠埋まるので、その辺はいいんですが、自分は持っておりません。でフォワードがちょっとで枠不足な感じは正直ね、今更思っていたりはするんですけど、一応3枠に対して、3人まずできますと。でマネ、ソン・フンミン、レバンドフスキー、そしてタリスカも一応できるということで、3枠に対して7人が、いるという感じですかね。
フォワードでベンチ外になった選手というと、まあ、いっぱいいますよ、もちろんという感じなんですが、まあ、リシャルリソンとかもいいですし、ネイマールとかジェズスとか、まあ、アグエロとかも、アグエロに関してはコア7ですしね。まあ、この辺もいいということで、あとはスパサベどう考えるかですかね。まあ、ヨビッチ、そして、チャロフ、で、サパタ、まあ、この辺が主なスパサブではあるんですが、人によって分かれるかもしれませんが、一応ソン・フンミンが自分はスパサブ持ちなので、一応コアンが高いソン・フンミンを選んでます。そうですね、枠がもう一枠あれば、モラタとか入れたいところではあるんですけど、まあその辺は考えていきたいところではありますね。まああとはケインがコアン7なので、まあ早くね、こちらも育成が届いていませんので、育成をしたいなとは思っているところですね。はい、ということで今回はスカッドの組み方の方をお話ししていきました。いかがだったでしょうか。まあおそらくね、ヨーロッパのリーグ戦が、しばらくないと思われるので、まあこのね、形が続くと思うので、このようなスカッドの組み方で、ね、乗り切っていただきたいところですね。まあこの期間はポイントが3つあるということで、そこがまあ一番ね、伝えたかったところなので、そこだけ押さえていただければ、あとはね、まあスカッドの、まあ選手の選び方は、まあ、おのおのだと思うので、その辺はね、おのおので考えて、まあ、使ってみたりとかして、判断して、スカッと組んでいただければと思います。こちらのチャンネルではこのような役立つ情報から、まあ、最新情報だったりとか、FP 関連の動画、FP の予想や比較などもやっているので、気になる方、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価も合わせてよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。